皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は視聴者さんからリクエストの多かった性別を変える時に起きたハプニングシリーズなんですけども、私みたいなこういう性別変える人って女性ホルモン剤を体に取り入れるんですよね。で、女性ホルモン剤って病院に行って注射受けたりとか薬を処方してもらったりとか、まあそういう感じで取り入れたり入手したりするんですよ。そういう病院って病院だからちゃんとした人が働いているけども、ちょっとやっぱり私みたいなこういうさ性別変える人、まあ癖のあるタイプの人間を受け入れてるようなとこだから、先生もかなりやばいっていうか、この人ちょっとおかしいぞみたいな、もうめっちゃあったんですよ。一歩間違えればこれ警察行きなんじゃないのみたいな、そういう私の体験談があるんで、今回4つ5つ用意しました。後半に行くほどこれ大丈夫みたいな内容になっていくと思うんで、よかったら最後まで見てください。では動画スタート。1つ目、先生の機嫌によって注射の痛さを変えられてしまうサイコパスな病院。そこの病院なんですけども、注射してくれる先生が院長なんですよ。で、院長がめちゃめちゃ見た目に癖があって、モームスで有名なツンクさん、ツンクさんめっちゃそっくりで、病室入って「じゃあ注射お願いします」っていう時に「あー今日は何どっちの腕にすんの?」みたいな、こんな感じなんですよ。いわゆるお姉しゃべりをする人なんですよね。で、髪も長くて、で、まあでも普通に男の服装をしてるっていう感じで、で、私のこうなんか腕をこうやって、だから要は顔近づけていくんですよ。で、その時にね、先生香水変えたんだけどどう?みたいな。で、私が、あーちょっと今風邪気味で鼻詰まってるんで、そんなに匂いわかんないんですけども、あ、香水おしゃれですねみたいな感じ言ったら、うんみたいな。俺先生の機嫌を損ねてしまったんですよ。したらね、女性ホルモン注射をさ腕に打つわけや、あ、打つわけじゃん、なんか関西弁になっちゃった、エセ関西弁、筋肉とかあるからここにね、で刺す場所によっては痛いの、すっごい痛いの、筋肉注射になるわけだからすっごい痛いんだけど、いつもその先生だったら機嫌いい時はねスッて入れてくれるんですよ。で、全く痛み感じないのに、ちょっと機嫌損ねると絶対に筋肉ストレート注射してくるんですよ。やばい、やばくないですかこれ。また別の日に行った時、まあ大体私その時1週間半ペースで行ったんですけども、で先生がそのなんだっけな、なんかヒアルロン酸か分かんないけど、なんかやったみたいですよ、若返りの。そしていつものごとくそのここをめくられる時にね、先生目をプチ整形したんだけどどうみたいな、そしたら、あ、めっちゃ目がなんかパッチリしていいですねって言ったら、でしゃー、もうそっからすっごいキョチーっていうぐらい、もう全く痛み感じずに入れてくださいました。で、その病院私行かなくなって、次のこの2つ目の項目がその変えた後の2個目の病院なんですよね。そこのその今回の2つ目の、やばいカッターハプニングポイント、院長が大丈夫博士みたいな、この辺に写真出しときます。パワープロくんの博士ですよ。この人本当に研究うまくいってんのみたいな、なんかそういう感じの先生で、でそこの先生ね、何がやばかったっていうと、その診療に使う全部までいかないけども大半の機械が自作っていう、やばくない？でその先生なんかレーザーみたいな治療もやってるらしくて、脱毛とか機械見えたんだけど、コーラの空き缶をなんか半分に切って、なんかそれをなんか機械にやって、先生に「これ何ですか?」って言ったら、「ああ私が自作した機械なんですよ」みたいな、なんかそういう喋り方で。で、私もそこの病院行った時に女性ホルモン注射受けてたんで、大丈夫博士の病院で私はお尻に受けてたんですよね。どっちでも選べるんですけど、私はお尻を次は受けたんですよ。で、お尻受ける時って、まあ、基本的にこのうつ伏せに診療台に寝っ転がってやるんですよ。で、その診療台がめっちゃやばくて、スーパーとかで袋詰めをセルフでするとこあるじゃないですか。白い台のところに体育のそのマットをそのままただ乗っけて、側転とかするマットですよ、体操マットだけ。やばくない？でもそこの先生めっちゃ腕がいいみたいな、有名なんですよね、一部で。まあ、ただそこの院長さんなんか失踪したみたいで、今なんか病院やってないんですけど、なんか閉業みたいに書いてあって失踪したらしいです。3つ目、私がたまーに恐れていること、定期的にやってくるその二度刺しの件みたいな。二度刺しって分かりますか？
私みたいなそういう女性ホルモンする人って、まあ、筋肉注射なんですよね。本当に上手い人がやんないと痛いんですよね。で大体その入んない時はもう二度刺しされるんですけども、そこの病院は、3回に1回が二度刺しされてました。なんかグッと押し込まれて、なんか無理やり押し込まれて突破されたこともあったし、もう全然いいことなくてめっちゃ腫れるんですよねっていうのがあって、私はもうそこの病院もトラウマになって歯の行くのやめました。で4つ目につながるんですけども、女性ホルモン注射ってやっぱり大体その都心とかにあるんですけども、あの都心ではなくてどっちかというとそのなんかあの下町とかなんかそっちの方にある病院、なんか穴場みたいな感じで私が見つけたんですよね。ここだったら別にそのなんか業界に染まってないような感じの先生がいるかもしれないみたいな思って、したらなんかまたツンク先生みたいな感じの人が出てきて、なんかめっちゃ嫌な予感したんですよね。私が電話した時はたまたま日曜日だったんですよ。日曜日はあの電話越しではやっってますみたいに言ってたんですよ。しかもホームページも書いてて、で行ったらなんかめっちゃ真っ暗で、その病院入るところにインターホンあるんですよね。でピンポンとしたら先生が一人出てきて、今日は本当は休みなんだけど、なんか声だけを聞いて、あ本当に女の子になりたいで頑張ってる子だと思って開けちゃったわよみたいな言われて、えどういうことだみたいな、で受けたんですよ。そしたらすごいなんかあの見つめられるっていうか、診察室入って、じゃあまずちょっと正面向いてみたいな言われて、えみたいな、え注射してもらうだけなんだけどなと思って、あ分かりましたみたいな、そうね、あなた鼻を長くした方があのいけると思うみたいに言われて、えそっちみたいな、そしたら、えあなたはどのくらいホルモンで胸膨らんだみたいな、え私大体 C カップぐらい、あえなに包協してないのって言われたから、あはいしてないですって言ったら、あちょっとあの見てもいいかしらみたいな、みたいな、ふんって思って、あここでですかみたいに言ったら、うんってあのちょっとなんか参考にしたいから、どういう風にあのホルモンだけで膨らむ人がいるかとか、やっぱ包協してる人が多いじゃないのみたいなって言われて、でも私おかしいなと思ったんですよね。普通そんなことありえないから見せることなんて、で普通に見せたんですけども、ちょっと写真撮らせてもらってもいいみたいな、あの顔写さないかって、でなんかスマートフォンで撮られたんですよ。でも絶対顔写ってんだろうと、だって私 YouTuber だから、この向けてる方向でどんぐらいのこの角度で自分が写ってるか分かるんですよ。で私思い出したの、その私が YouTube 始めるきっかけになった元男の子 YouTuber の先輩のスザンヌ美咲さんが、結構そういう事例がなんかいろんなところで多発してるみたいな、なんかセクハラされる元男の子が多いから気をつけてみたいな、これじゃんと思って、でまだ続いてて胸を見せ終わったんで、今度はその女性ホルモン剤じゃあ打ちましょうみたいな、どっち側がいいみたいな、で私もう嫌な予感しかしなかったから、もう 腕ですって言ったら、いや腕はねあなたその、心臓に近いからいい方向になるかと言ったらそうでもないのよみたいな、やっぱりお尻がいいみたいな言われて、いやそんなこと私聞いたことないけどみたいな、いや絶対お前ケツ見たいだけだろみたいな、なんか私はもう そういう風しか思ってなくて、で大体お尻っていうのはお尻がこうやってありますよね、お尻が、したらこの辺しかめくんないんですよ、この辺、この上だから別に下までずり下げなくてもいいんですよ、ズボンをここまでしかめくんなくていいんですよ、この辺までしか、わかりますよね。したら先生が、あのちょっと、この診療台に前手をついてそれでお尻を突き出してみたいに言われて、絶対やばいじゃんみたいな、で私は案の定全部下まで下げられました。ふざけんなっていう感じですかね。今回はあんまり面白みないっていうか、えこんな先生いんのみたいな感じの、トーク動画になったと思うんですけども、少しでも皆さんがあのまともな先生がいる病院に皆さんが見つかることを願ってます。てかみんなはそうか、そうだよね、私が選んだところがやばいところだけだったっていう感じかもしれません。もしこの動画が少しでも楽しい、良かったって思ってくださった方は、応援の気持ちでグッドボタンを押していただけると私がめちゃめちゃ喜びます。あとチャンネル登録もお願いします。Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、画面の下からフォローもお願いします。また次の動画でお会いしましょう。